ストロベリーミュージックフェスティバルへの挑戦。横原結城の初めての海外公演に熱い期待。新たな舞台、新たな挑戦。横原結城の中国でのパフォーマンスに注目。中国への移動が終わったら、新しい舞台でのパフォーマンスが待っている。中国での初めてのフェスに臨む雪横原、横原勇気は、日本中のファンからの応援を背負って、 新たな挑戦に臨む。日本のファンからの熱いエールが彼を包み込み、背中を押している。中国で初めての海外公演、ストロベリーミュージックフェスティバルへの興奮が最高潮に達しています。皆さんからの温かいメッセージと応援に心から感謝しています。この新たな挑戦に臨む中で、新しい体験や感動をシェアできることを心待ちにしています。 彼の歌声が海を越え、異国の土地で新たな耳に届く。そこには様々な期待が込められている。彼の歌声がどれほどの人々の心を動かすのか。中国でのステージでそれが明らかになるだろう。初めての海外公演は、彼にとってもファンにとっても特別な思い出になるだろう。日本からの声援が空を飛び越えて、彼の心に届く。 その声援が彼を勇気づけ、力を与える。新しい場所での挑戦に臨む彼にとって、それは大きな支えとなるだろう。中国への旅は、私にとって夢の一歩であり、まさに人生の中で特別な瞬間です。この機会を与えてくれたすべての方々に、感謝の気持ちでいっぱいです。これまでの日々の努力や練習が実り、海を越えて、 新たなステージで自分自身を表現する喜びをかみしめています。初めての海外公演という舞台に立つことは、新しい挑戦に対するワクワクと緊張が入り混じった感情を生み出します。しかし、これまでの経験とファンの皆さんからのサポートがあれば、自信を持って前に進むことができます。 中国の皆さんに私の歌声とパフォーマンスを届ける喜びと光栄を感じています。このスペシャルな瞬間を共有できることに感謝し、最高のパフォーマンスをお届けすることを約束します。どんな困難や挑戦にも立ち向かい、心から楽しんでパフォーマンスをすることを誓います。これまでの人生で培った経験と情熱を持って、 中国の皆さんに魅力とエネルギーを届ける準備が整っています。中国での初めての舞台で多くの方々に喜びと感動を届けることができることを心から楽しみにしています。これからもより多くの素晴らしい体験と出会いが待っていることを信じています。最後に応援してくださるすべての皆さんに心からの感謝と愛を送ります。 中国のファンも彼を熱く歓迎している。彼らもまた彼のパフォーマンスを心待ちにしている。日本と中国国境を越えたファンたちの絆が彼を支え励ましている。彼のパフォーマンスが終わり、舞台から降りると彼を待つのは新たな挑戦だ。日本に帰る道もまた彼にとって新たな一歩となる。 彼が今回の経験から得るものはきっと多いだろう。新たな国での経験が彼の音楽キャリアに新たな彩りを加えるに違いない。そして彼の成功は単なる個人のものではない。彼の成功は彼を支える全ての人々のものだ。ファン、スタッフ、そして家族。彼らの力が彼を後押しし、彼の夢を実現させる。 彼らの存在が彼を強くし、彼を成長させる。中国での初めてのステージが終わり、彼は日本に帰る。しかし、彼の音楽は国境を越えて広がり続けるだろう。彼の歌声が心に響き、人々を感動させる。彼の音楽は言葉を越え、国境を越え、世界中の人々と共鳴する。次なる舞台が待っている。 彼は新たな挑戦に臨み、新たな夢を追いかける。そして彼の歌声はいつか世界中の人々の心に響くだろう。そこで私たちは彼に問いかける。次なる舞台でどんな夢を追いかけるのか。彼の音楽がどこまで広がるのか。彼の成功が彼に与えるものは何か。そして、 彼の音楽がどれほどの人々の心を動かすのか。それらの問いに彼の歌声が答える時が来るだろう。横原祐樹からのメッセージが世界中に響き渡っています。彼の初めての海外公演はファンからの熱烈な応援と期待に包まれています。日本中から、そして世界中からの声援が彼を後押ししています。彼のパフォーマンスは 多くの人々にとって素晴らしい思い出になることでしょう。初めての海外公演はアーティストにとって特別な瞬間です。新しい場所で新しいファンと出会い、異文化の魅力に触れる機会でもあります。横原祐希は中国のストロベリーミュージックフェスティバルでの公演に向けて準備を整えています。その瞬間が待ち遠しいですね。 ファンからの応援メッセージは、横原勇気に力を与えています。彼らの熱いエールは、彼の心に届いています。彼らは彼のパフォーマンスが素晴らしいものになることを信じています。彼らの期待に応えるために、彼は最高のパフォーマンスを目指しています。そして、そこには彼の自信に満ちた姿もあります。彼は自分の実力を信じ、 自信を持って新しい舞台に挑みます。彼の歌声とパフォーマンスは中国のファンたちに強烈な印象を残すことでしょう。彼らは彼の魅力に惹かれ、彼の音楽を楽しむことでしょう。横原祐希のファンは彼が新しい挑戦に立ち向かう姿に感銘を受けています。彼らは彼の成功を心から祈っています。 彼の海外公演が成功理に終わり、多くの人々に感動と喜びを与えることを願っています。最後に、日本から彼にエールを送りましょう。彼のパフォーマンスが世界中に響き渡り、多くの人々に幸せを届けることを願っています。横原祐希、中国での公演で頑張ってください。海外公演というのは、アーティストにとっては一種の試練でもある。 新たな環境、新たな観客の前で自分の音楽を披露するということは、緊張や不安を伴うものだろう。しかし、それは同時に成長の機会でもある。異なる文化、言語の壁を越えて、音楽を通じて人々と心を通わせる喜びを味わうことができるのだ。彼のファンたちも、彼の海外公演に対して熱いサポートを送っている。 彼らのメッセージには、彼への応援とともに、彼らが彼の音楽をどれほど愛しているかという思いが込められている。その中には、彼のパフォーマンスが彼らにとってどれほど特別な存在であるかを示す言葉もあるだろう。横原祐希の海外公演が成功裏に終わることを願うばかりだ。彼の美しい歌声と情熱的なパフォーマンスが、新たな観客の心に響き渡り、 彼の音楽が世界中で愛される存在となることを期待してやまない。彼の旅が新たな可能性と素晴らしい思い出に満ちたものとなることを願ってやまないのだ。海外公演の舞台裏で何が起こっているのか、彼がどのようにして新たな挑戦に臨んでいるのか、そして彼のファンたちがどのように彼をサポートしているのか、興味深い話がたくさんある。彼の音楽の旅は、 まだ始まったばかりだ。それでは素晴らしい時間を共有し、共に新しい旅を楽しみましょう。ありがとうございます。これからもより多くの素晴らしい体験と出会いが待っていることを信じています。最後に応援してくださる全ての皆さんに心からの感謝と愛を送ります。それでは素晴らしい時間を共有し、 共に新しい旅を楽しみましょう。ありがとうございます。これからもより多くの素晴らしい体験と出会いが待っていることを信じています。最後に応援してくださるすべての皆さんに心からの感謝と愛を送ります。それでは素晴らしい時間を共有し、共に新しい旅を楽しみましょう。ありがとうございます。